はい、すいません、最終レースなのに。というね、それではジョッキーの皆さんも集まってくださいましたので、インタビューをさせていただきたいと思います。ただいまの12レース目、見事 JR エースさん300勝を達成されました横山武史です。どうぞ大きな勝をお見せください。ありがとうございます。ではまず今の率直なお気持ちから聞かせていただけますか。はい、まあ、日頃から、まあ、コンテスト来た時点で今年中に達成したいと言っていたので、本当ギリギリでしたけどね、出てきてよかったです。 G1 で299勝目、そして最後で300狙ってましたか。はい、もちろん競馬テストするときにチャンスあるので、まあ最終レースも一番人気でしたし、決めれてよかったです。200勝を今年の1月に達成されて、そしてその年のうちに300まで持ってきました。改めてこの積み上がった300という数字に関しては今どんな思いがありますか。はい、まだまだここで満足してないですし、通過点の一つではあるんですけど、区切りの年としてね、達成することができて、はい、本当に良かったです。そして今後ろを見てもたくさんのジョッキーの皆さんがお祝いに来てくれました。こうして切磋琢磨し合う仲間のジョッキーの存在、どんな風に今感じていらっしゃいますか。そうですね、まあみんなライバルですけど、本当、まあ、いいライバルでみんな切磋琢磨し合って頑張れてるので、まあ、今年最後のね、最後のレースでしたけど、こうやって集まっていただいてお感謝しています。ありがとうございます。さあ、来年に向けて飛躍を楽しみにされているファンの皆さんもたくさんいらっしゃるかと思います。今日もたくさんファンの皆さんがこうして集まってくださいました。最後にファンの皆様に向けてメッセージをいただけますか。はい、まあ、2021年最後のレースにこうやって皆さんにたくさん集まっていただいて本当にありがとうございます。もっともっと来年はいい騎乗がさらに増やしていけるように、もっともっと頑張っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。横山武史ジョッキーにお話を伺いました。どうぞ皆様大きな拍手をお願いします。やっぱり。